これは鈴木貴博コーチが風船を膨らませて選手たちにまた走塁のアドバイスなんでしょうね、うん、これも今ね、このグラウンドにいるの2軍の選手たちも集まってますですからね、今やはりこの腹筋、お腹を鍛えるというところなんでしょうね。今高橋コーチもお腹のところに手を当ててやってますので、こういったあたりはやっぱり鈴木貴博さん、鈴木貴博コーチだなという感じがしますね。前回もありましたけれども、何人かでグループ分けをして、走塁用の手袋あるじゃないですか、はい、それを投げて決めた色の時に走り出すとか、うんうん、そういう何かこう今までと違ったあの練習方法をしてますね。昨日もグラウンドでその、それスタートの練習を切るときに、まあ、ボールを出した方、何かこうルールがあったんだと思うんですけど、はい、その決まったときにスタートを切るというような、ね、うん、ユニークなトレーニングをされてましたね。すごいですね。ただその中でも鈴木貴博コーチが一番大きく膨らませているような感じするんですがなかなかこれ重信選手ですよね、なかなか膨らまなそうですよこれは全然膨らまないあれ全然膨らまない、あれお腹の意識が足らないんでしょうかね。今高弘コーチがお腹に手を当てて一気に振って手と、さあどうだ一気なかなか行かないですね。あれとなると先ほど鈴木貴博コーチは自分の顔よりも大きく膨らませてましたので、うん、それだけのこう、まあ、肺活量も含め体の体幹の強さなんで、球であったり、はい、鈴木貴博コーチは選手時代、本当にいろんなトレーニングをされてしてましたよね。これ今膨らませました、はいはい、ここからですよね。ぐっと大きくなるんです。こーら来た、大きく、まだ大きくなるんです。大きくなるんです。あ、でも重信も大きくなるんじゃないですか。結構少しできた。少しなってましたよ。うわ。そのまま飛ばして、そのまま飛ば、風船を飛ばした。でもこの選手たち見ても鈴木貴博コーチほどは大きくなってないような感じしますが。いやそうですね。やっぱり一番はい。あ、ちょっとコツが、あ、もう首筋がね、かなり、これ見ると吉川大輝選手白い風船を膨らませますけど、とても大きかったです今。大きかったですね、はい、ちょっとこれは何につながるんだろうか、はい、これはあの走塁につながっていくんでしょうね。走塁どういうところなんですかね、かなり気になりますよねこれ。今度は声を出して読んでと言ってます。鈴木貴博コーチの練習方法は面白い、風船膨らませない選手もいるんだなと、ね、膨らますことができない選手もいて、今度は何か大きい画用紙、声を出して読んで、んこれ視力検査、アントさん、こういう練習って見たことあります？ないです。思わず今僕画面見てます。そうです、何か 上のものと下のものを交互にみたいな感じで言ってますね。ジェスチャーではそういったところですね、はい、さあ松原ストップウォッチ持ってました。はい、あ、上、あ、上と下、上と下って見てますね。今度は右左右左、目の動きを見ていくと、今この斜めです、斜め、はい、あ、斜め、後ろで増田が、あ、練習してました、練習してましたね、今これも面白い練習ですね。今度の手岡、はい、トレーニングですかね。あの高弘コーチにお話聞くと、やっぱ視野の広さ、そういったものを鍛えていきたいと言ってましたけども、うん、これがどのように効果があるのか。そうですね、何のトレーニングになるんだろうと素朴な疑問が来てます今、はい、私も、まあ、野球中継歴7年見たことないです。そうですよね、このトレーニングは、まあ、いろいろ浅い諸先輩から比べると浅いですが、はい、初めて見るトレーニングなので、
ただこういったところから、まあ、オリジナルのトレーニング方法を、まあ、高井コーチ自体も現役からいろいろ取り入れてましたよね。いやそうでしたね、よくジャイアンツの選手たちがこの両手の親指をこう出して、はい、それをこう右左というように目で折ったり、はい、その親指を上下平行にして、はい、その上下と目を動かすようなトレーニングを練習、まあ、試合の前などにやっている姿はやってます、ベンチ前でやってますね、はい、いましたが、この目の動きは、はい、斜め確実にその走塁の中での動き方、ピッチャーやキャッチャーの動きを読むトレーニングではないでしょうかねと朝日さんからいただきました。ですかね、確かにピッチャーのモーションを盗む癖とかありますけれども、何かを見つけて、まあ、見つけられる、先ほどストップウォッチも持ってましたので、もしかしたらそれも速度速さとかもあるんですかね、はい、いや声の吉川大輝は得意そうな感じが、なんかこう表情を見ていると自信ありそうですね。様々なトレーニングで選手たちの、まあ、はい、いろいろな可能性を広げていく感じなんでしょうね。思わず、初めて見るトレーニングなので見入ってしまう見入ってしまいました、はい、このトレーニングはかなりやっぱりユニークなのか注目を集めるのか、一塁ベンチ側の記者さんの数が増えてカメラもかなり向いてますよね。回してますね今。どうなっているのか、少しずつカメラマンも増えてきます。カメラも、はい、テレビ局のディレクターさんたちもカメラ回してますね今。そうですね、このトレーニングはどうなのかというのも、間にはスポーツ報知の記者の方もいましたし、いらっしゃいましたね。ただこれだけ見ると、あの視力を測るような、あのありますよね、はい、上下斜めみたいな。そう言います、25秒と。